はいどうも、タカチャンネルのタカです。皆さんお元気してましたでしょうか。実はですね、最近スチームアイロンっていうのを買いまして、皆さんはですね、スチームアイロン、持ってますでしょうか。僕今まではですね、こういったアイロンを使っておりまして、まあいわゆる旧型のね、よくある一人暮らしでも使ってるようなやつを、使っていました。これの欠点って何かっていうとですね、やっぱりこうアイロンかけるときにアイロン台が必要だったりとか、あとはですね、やっぱりこう蒸気的なところも少ないし、旧型タイプではあるので、なかなかこうシワの伸ばす時間っていうのも結構時間かかったりするんですよね。で、また保管するときもですね、結構幅を取るとかがあってあまり良くなかったんですけど、そういったところもあってですね、ちょっと今回コンパクトなスチームアイロンを買ったので、それのレビューをしてみたいと思います。今回購入したのは何かっていうと、こちらになっております。Amazon で現在ですね、発売しております、スチームアイロン 2way スチーム&プレス兼用という形の、こちらはね、モデルを、購入させていただきました。はい。で、買ってからですね、まだ2日程度しか、触ってはいないんですけども、実際で触ってみてどうだったかっていうとですね、まあ、結論から言うと、もっと早く買えばよかったなっていうふうに思っております。特に何が良かったかっていうと、コンパクトだし、なおかつね、この温まるまでの時間っていうのが、今まで使っていたこういった普通のアイロンに比べると圧倒的に早いんですよね。なので、そういった意味でもですね、かなり使いやすかったので、もしアイロンの購入を今検討されている方いらっしゃったらですね、ちょっとこちらをね、レビュー最後まで聞いていただいてですね、いいかどうか判断していただいて購入いただければなと思います。はい。で、実際、このアイロンが、世の中的にはどれぐらいこう家事の中で負担を抱えているものなのかっていうことで言うと、実際男性女性、でアンケートを取った結果、このような形になっております。やはり女性はですね、料理が、結構する機会が多いっていうところもあって、料理が1位、続いて洗濯が2位、そして3位がアイロンがけっていうような形なんですが、男性特にね、男性の場合料理ってほとんどすることがないんですよ。なのでやはりこう1位にアイロンがけっていうのが来ました。うん。でやっぱ僕もそうなんですけど、やっぱ男性ってですね、カッターシャツとかを着る機会がすごい多いので、それなりにやっぱりね、このアイロンをかける頻度ってのはすごい高いです。はい。なので、やっぱりこういったところも考えるとですね、僕も、同じ悩みもあるので、やはりですね、こういったスチームアイロンっていうのを取り入れるっていうのは結構いい選択肢かなっていうふうに思います。はい。で、これはですね、商品の実際にどれぐらい、こう、スチームが取れるのかとか含めてですね、皆さんと一緒に見ていきたいなと思うんですが、その前にですね、特徴を5つだけご紹介させていただくと、まずはこちらパワフルでシワ取りスチーマーだというところで、選べる2つのモードがあって、ランプでリマインドもしてくれるっていうところ、そして 170ml の着脱式タンクが、あるので、まあ、除菌ダッシュにも大活躍できるっていうところです。で、折りたため式で小型アイロンになっているので、場所を取らない、交換ができるっていうところもまたいいところかなというふうに思います。で、最後が安全装置付きで安心の1年保証にもなっているので、長く使っていただくことができるっていうところです。はい。それじゃあ早速こちらのスチームアイロン詳しく見ていきたいと思います。見ていきましょう。 Let's go。 お待たせしました。今回ご紹介するスチームアイロンですが、このような形になっております。はい。で、付属品としては特になくてですね、まあ、こういった取扱説明書、日本語で書かれたものが1枚だけ入っているといった感じです。はい。で、実際どうですか、見ていただいて。小さくないって思うんですけど、本当にね、小さくてコンパクトにもなるので、何度とかにしまうのもいいですし、ウォークインクローゼットとかにしまう時にもですね、非常に邪魔にならない、感じのものになっております。で、タンク自体はこの後ろの部分、ここの部分がタンクになっていてですね、タンクもこういう感じでスポッと取れる形になるので、全然力もいらないですし、なかつね、まあ水も入れやすいような形状になっているかなというふうに思います。見た目ドライヤーに近い形になっているんですが、まあこのグリップのところもですね、ちょうどいい持ちやすさの大きさになっているので、すごいね、持ちやすくて、長時間こうアイロンをかける時にもですね、非常に使いやすいんじゃないかなとは思います。はい。こちらのアイロンに関してですね、スペックの方をまずご紹介させていただくと、機能としては、スチームアイロンでも使えるし、普通のアイロンとしても使える、2way 方式です。で、パワフルスチームで、除菌とか脱臭効果にもつながるので、焼肉を食べて帰ってきた後とかね、バーベキューをして帰ってきた後とかでも使っていただけるかなと思います。で、立ち上げまで、なんとですよ、こちら、15秒で立ち上げができる形になっているので、忙しい朝とかに、急遽ね、買ったシャツをアイロンかけるっていう時にも、結構すぐにかけれるっていうところではいいかなと思います。で、
選べる2つモードがさらに搭載していて、安全装置が3つ搭載しているので、万が一お子さんがね、触った場合とかでも安心していただけるかなと。で、さらには折りたたみ式でこのように形でコンパクトに持ち運びもできるので、まあもちろん出張の時に持って行ってもいいかなと思います。で、大きさとしてはこちら、この長さの部分がですね、164ミリで80ミリのタンク。で、この部分が166ミリで、結構コンパクトになっております。で、電源としては AC100V が必要で、まあこのような形で有線でコンセントをつないでいただくっていう形です。で、消費電力としては 1000W。で、タンク容量は 170ml。で、スチーム量としては、大体1段階と2段階があるんですけど、1段階の時は、こちら5から 13g 1分間に出るといった形。2段階の時は、14から 22g が1分間に出るような形になっております。で、パワフルショットスチームで1回あたり 2g、出ることができるので、まあそこら辺もいいでしょう。で、本体重量として約 745g なので、ちょっとね、重たさは若干ヘッドの部分感じるんですが、まあそれでもですね、重すぎるってことはないので、長時間、やっていただいてもいいんじゃないかなと思います。はい。大まかにですね、ちょっとボタンの、名称をご紹介させていただくと、ボタンの名称としてはですね、ここの部分が、スチームスイッチというものになっております。で、後ろのここの部分、丸っぽいやつを押していただくと、これが、いわゆるですね、電源スイッチというものです。で、後ろのタンクはこのような形で引っ張れば、いける形になっていて、で、ここのゴム栓の部分をこう取ってあげると、水を入れる穴が出てきます。なので、ここから給水を入れてくれればと思います。はい。で、あとはですね、もう電源プラグを差し込んだら使える形になるので、そういう意味ではね、かなり、シンプルな構造をしているので、使いやすいんじゃないかなと思います。はい。で、一応こちらに関しては、シルク、リネン、ナイロン、ウール、そして綿、カシミヤとかにも一応使える形になっているので、まあ、これからね、もう少ししたら寒くなってきたりとかして、まあこういったね、まあ素材を着られることが多いと思うんですけど、そういう服にも対応しているっていうところでは、これからのシーズンも全然使っていただけるかなと思います。はい。じゃあ、早速こちらですね、ちょっと水を入れてですね、どれぐらいシワが伸びるのかとか、まあどれぐらいスチームが出るのかっていうのとか、そこら辺のところを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ちょっと水を入れてきました。コンセントを挿すと、ここの部分が赤く光るので、今がどういう状態なのかっていうのがすごいわかりやすいかなと思います。で、このコードなんですけど、1.8 メーターあるので、まあ、比較的ですね、電源を差し込むコンセントから、まあ、自分が作業する場所、そこがですね、結構離れていてもですね、使えるっていうところから、結構いろんな場所でも使っていただけるかなと思います。一応今回はですね、僕が先ほど洗濯で干していたズボンをですね、ちょっとかけていこうかなと思うんですけど、まず電源入れる場合、ここを押していただくと、こういう感じでね、青いランプに変わって、で、電源を入れていきますっていう形になっております。はい。で、こちらは、スチームとプレスの 2way が両方できる形になっていて、このアイロンは本体内部の自動遮断機能を追加し、スチーム使用中、スチームスイッチ20分以上無操作と、水タンクの水がなくなり次第、スチームアイロンの電流を遮断して、自動的に運転を停止、注意音が鳴る形になっております。はい。指示ライトは、元の青ライトは、あるいは緑ライトっていう形になっていて、音とランプがつきますので、うっかり電源をね、消し忘れたとかになっても、ね、まあ、火事になる前にですね、このアイロン自体がですね、しっかりと、まあ、こう、電源を切ってくれるので、火災とかそういったものに、なりにくいっていうところは、まずいいところです。はい。今回ね、このズボン、ちょっと結構シワだらけなので、これをね、かけてみたいと思うんですけど、スチームボタン、ここの部分を押していただくと、ポコポコポコっていう、こう、水を吸ってるような感じになって、で、アイロンのこの先の方から今、スチームが出てるの分かりますかね？こういう感じで、スチームが出ていくという感じです。青の状態では、一番スチームが多い形になっていて、結構ね、スチーム量は多いかなって感じがします。はい。まあ、こういう感じで、スチームが出ているのに対して、軽くね、こう伸ばすような形で、シワを広げることで、先ほどまで、シワだらけだったものが、結構ピンピンに伸びました。で、実際はハンガーとかにかけて壁とかでやっていただくとより効果的な形にはなっていて、うん。結構ね、瞬時に伸びるのでいいですね。で、湿り具合としては若干湿ってるかなぐらいの程度なので、
うん、先ほど5分ぐらいっつったけど、まあ正直なところ言うと、3、4分まではいけると思います。はい。弱モードにすると、先ほどよりスチームの量が若干少なくなっていて、わかります。こんな感じになっております。で、まあ、こうかけていただくと、こんな感じで伸びます。はい。で、弱モードの時の方が、スチームの量が少ないので、ここの部分がですね、そんな濡れてないので、すぐに着たい場合は弱モードでやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、まあ、このようにね、LED のインジケーターで、今の状態がどれなのかっていうのが、視認性がすごいわかりやすいので、そういう意味ではかなり使いやすいですね。はい。で、ちょっとスチームの量を皆さんに見ていただきたいんですが、まず、パワーモードのスチームの量ですが、こんな感じです。結構出てるの分かりますかね？こんな感じでかなりスチームの量が出ております。はい。で、弱モードにすると一方こんな感じになっていて、これでも結構ね、スチームの量はたくさん出てるかなっていうところです。はい。まあ、結構ね、カメラだと映りにくいんですけど、弱でもそれなりにやっぱりスチームは出てるので、そういう意味ではですね、どちらを使っていただいても、しっかりと服のシワを伸ばせるかなっていうふうに思いますね。うん。で、スピード立ち上がりってところなんですけど、立ち上がりものすごい速くて、この状態からこの状態にして、もう、立ち上がるまでほんと15秒前後で立ち上がるので、そういう意味ではほんと忙しい時いいなって思いますね。じゃあ実際、こちらのズボン、ちょっと壁にかけてですね、もう少し僕シワ取ってみましょう。今ですね、ざっくりなんですけど、半分だけシワを伸ばしてみました。どうですかね、こっち側がシワが伸びた方なんですけど、こんな感じになってます。で、一方、シワが伸びてない方はどうかっていうと、こっち側、逆側の方が見やすいと思うので、こんな感じになっていて、うん、結構ね、このポケットとか見るとわかりやすいかも。こっちはこうピンってなってるじゃん。こっちシワくちゃじゃん。まあ、こんな感じで、短時間で結構シワは伸びるので、うん、それなりに結構ね、この値段帯なのに、よくね、伸びができてるなっていう風に思いました。うん。で、実際ね、僕自身、ティファールも使ったことはあるんですが、ティファールと比べてどうかっていうとですね、ティファールの方が、やっぱりこうヘッドの部分が大きいので、やる面積っていうのは大きいかなと思います。はい。で、スチームの量に関しては、正直ね、負けてないなっていうふうに思ったので、うん、ここら辺のところはね、安いものだからといって、決して悪いものではないかなと思います。はい。ただ、ティファールの方が若干軽いんですよね。なので、長時間使った時にヘッドの方が重いので、やっぱり女性の方だとちょっと疲れるかなっていうふうには思いました。はい。それじゃあ最後まとめの方に入りたいと思います。まとめていきましょう。レッツゴー。はい。お待たせいたしました。今回はですね、スチームアイロンをご紹介させていただきました。まあ、個人的に言うと、使ってまだ1日2日ぐらいしか経ってはいないものの、すごい使いやすいなというふうには思いました。うん、で、ヘッドの部分が先ほど言ったようにティファールよりも若干小さい。で、ちょっとヘッドの方が重たさがね、若干あるっていうところから、まあ、ティファールはティファールで高くなりあって、やはりいいところはあるんですけど、安いからといって決して使えないものではないっていうふうには思います。で、アイロン使用中ですね、このヘッドの部分が若干ね、こう熱いので、ここを触ってしまうとちょっと火傷につながる可能性があるので、それはご注意ください。で、実際のところ、シワも結構伸びていたと思うので、ほんとね、こういうスチームアイロン欲しいけど、あまり高いお金は出したくないっていう人には非常におすすめなモデルかなというふうに思います。はい、こんな感じで今回の動画は終了させていただきます。こちらね、僕の概要欄から買えるようにしておきますので、ぜひ皆さん Amazon の方でこちらのスチームアイロン買ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあの